This program is sponsored by Square Enix. Welcome to Source of Japanese Gaming Arcade and Everything Crazy here in Japan. I'll be your host, Tom Lee, and we're here at Bandai Namco Entertainment. Taiko no Tatsujin is a favorite in arcades and homes across Japan. Music games have always been popular, but what has set Taiko no Tatsujin apart from the rest? We're here to talk to producer Nakadata Ken to find out. よろしくお願いします。よろしくお願いします。太鼓の達人が生まれたのが2001年なんですけれども、当時ですね、音楽ゲームっていうのが日本のゲームセンターですごく流行ってまして、ただその時出ていた音楽ゲームっていうのが割とこうかっこよくその楽器を演奏したり、こう、まあ、うまくなろうみたいなゲームが多かったんです。でそんな中でもっとこうゲームに慣れてない人でも手軽に気軽に楽しく遊べるような音楽のゲームが作りたいと思って、でそういう楽器は何かな、その日本の和太鼓っていうのがぴったりなんじゃないかというところで太鼓の達人を開発しました。太鼓だっていうなった瞬間とか、そのインスピレーションは何でした？そうですね、その太鼓っていうのに行き着いたのは割と何でしょう、本当インパクトというか、その太鼓っていうのはあれなんですよ、日本人だと割と誰でも知っている日本の伝統的な楽器なんですが、実際に太鼓、本物の太鼓を叩いたことがある人っていうのはあまりいなくて、でそういう時にそうゲームセンターに和太鼓、太鼓が置いてあったら、こうみんな知ってるけどやったことがないものってなので、きっと太鼓を叩いてみたくなるんじゃないかと思って和太鼓のゲームにしました。実際太鼓をこう叩いてみたりとか、その開発する前にご自身でやったりしました？もともとは経験なかったんですが、太鼓のゲームを作ろうと決めてからは、和太鼓の、教室に行ってですね、ちょっと練習させてもらったりということをしました。結構大変でしょ？そうですね。やる前のイメージだと割と簡単にできそうなんですけれども、実際に叩くと難しいですよね。こういうところで苦労しましたとかあるんですか？とにかくそのゲームに慣れてない人でも手軽に遊べるゲームにしたかったので、その遊び方のルールとか、あと画面に表示されるいろいろなその表示物とかを分かりやすくシンプルにしようと心がけました。筐体にですね、この太鼓がついていて、太鼓のバチの操作だけでゲームを始めて、最後ゲームをクリアするまで全ての操作がバチッと太鼓の操作だけでできるようにしたりとか、あとゲームの中で使われるその言葉とかもですね、普通の日本人の人が日常的に使っている言葉を使って、あんまりこうゲームの専門用語みたいなのは使わないようにして分かりやすくしようとか考えました。あとこのキャラクターのこのドンちゃんっていうのがいるんですけれども、このキャラクター、可愛いキャラクターをつけることで、親しみやすさ、可愛らしさ、親しみやすさを表現しました。そうですね、メニューとかも結構ね、こうボタン言ってもついてないので、全部その2つの操作全部やるのは確かに今思うと結構難しそう。十字ボタンとかレバーとかないですから、タッチパネルとかも、ね、当時はなかったんで、太鼓のバチの操作だけで全てを完結させるというところに気を使いました。じゃあその太鼓の達人のシリーズが人気の理由はズバリ何だと思いますか？そうですね、やっぱりシンプルな分かりやすさと、あともう一つ、いろいろな曲が入っているんですね。で、子どもから大人の方まで幅広いユーザーの方が知っている人気の曲が常にこう毎年毎年新しくなっていくことが人気の、源なんじゃないかなと思います。ファンの方に向けてメッセージ、そして今後その太鼓の達人の期待とかをちょっと語ってもらいたいと思うんですけど、はい、太鼓の達人はもう、10年以上ですね、シリーズを続けてまして、今は、日本とあとアジアの地域の方々に遊んでもらってます。で、これからですね、よりこう世界中の
幅広い国々で遊べるようになったらいいなという思いもありますので特に海外の方はですね、もし日本に来ることがあったらぜひゲームセンターとかで太鼓の達人を遊んでもらいたいですし、将来海外の方がお住まいの国にももしかしたら太鼓の達人が登場するかもしれないのでその時にはぜひ太鼓の達人を、バチを握って、気持ちよく太鼓を叩いて楽しんでもらいたいなと思います。ありがとうございました。